皆さんこんにちは。世の中人は一体何のために生まれてきているのか。ん？なんだって？セックス。違うんだよ。世の中人間が生まれている理由としては何かの記録を残すために生まれている。いた。そう、こんな風にね、アリの行列もできているが、こいつらもね、行列の世界記録というものを目指すためにこうやって行列を作っている。はい。世の中人間が生まれてくる理由としては何かの記録を作らないと意味がない。何かの記録がない限り人間は育たない、生まれない、できない、やれないという、事態に陥ってしまうのだが、まあ、こんな僕でも生きている意味を作りたいと、まあ、そう願って僕は、あれ、ゴムが消えた。ちょっと待って、ゴムが消えた。ガムを忘れた。こちらのゴムを使う。今日は風船ガムの膨らまし世界記録というものを挑戦しております。イエイ。確か世界最大が58センチぐらいだったので、まあ、今日はね、僕はそれを抜かしていこうかなと。まあ余裕すけど今から抜かしていこうかなと思います。レッツゴー、行きます。やらっと、死ねとか言うな。もう俺だったらね、一発で行けるので、行きます。行きます。火力が足りないということで、もう一個追加します。火力を追加したということで、行きます。行きまーす。行きまーす。できる。もう怒った。はい、もう僕、もう膨らませないの分かったので、言うたら世界記録を目指すためには最強の火力が必要ということで、こちら全部食べたいなと思います。こちら今24個あります。いきます。完璧に世界最強じゃない。いきます。